鈴鹿市立図書館は三重県鈴鹿市井野樹家町にある公立図書館。市内にホンダ技研工業鈴鹿製作所があることから、同社やホンダ総一郎に関する図書の収集に力を入れている。市内広域で図書館サービスを提供するため公民館を巡回する触れ合いライブラリーを実施するとともに、2015年には江島文館を開設した。また本館では、 読み聞かせやおもちゃの修理など多彩なボランティア活動が展開されている。現行館は1981年4月に利用を開始した。延べ床面積は2952平方メートル。道路を挟んで向かい合う鈴鹿市文化会館とともに鈴鹿市の文教地区を形成する。図書館は2階建てで1階に一般閲覧室、自動閲覧室、お話の部屋、 身体障害者、高齢者向け図書のある特別閲覧室、中高生向け図書のあるティーンズコーナー、廃棄図書を来館者が自由に持ち帰れる図書、リサイクルコーナー、市民が図書を持ち寄るフリーライブラリーなど、2階に、参考図書室、新聞閲覧室、郷土資料室、学習室、市長各室、ボランティアル,ルームなどがある。1909年8月に、 川野同窓会付属図書館として開館した。同館は川下郡高度町北新町六号川沿いに立ち、学校教職員と県務の館長と一名の司書で運営していた。運営者の川野同窓会とは川野高等小学校の同窓会である。当時の蔵書は和装本が多く約六千冊を所蔵していた。1923年に 神戸町へ移管し、神戸藩の藩校、京林堂の増書を継承した。1940年11月25日に、神戸町立図書館に改称した。神戸町は1942年12月1日に、周辺1町12村と合併して、鈴鹿市となり、図書館は鈴鹿市に引き継がれ、鈴鹿市立神戸図書館に改称した。戦後の1949年、 広大な地域で図書館活動を展開するために巡回文庫を開始、約45冊入る箱を20箱抱えて、市内の出張所や学校、青年団長の自宅に1ヶ月交代で設置し、市民の読書欲に応えようとした。神戸の本館での閲覧者数は1950年時点で8060人であった。1956年9月に、 旧鈴鹿市役所庁舎を改造して、鈴鹿市中央公民館が開館し、その一角に鈴鹿市立神戸図書館は移転した。翌1957年4月に鈴鹿市立図書館へ改称した。1971年、中央公民館が鈴鹿市民会館の南側に移転したのに伴い、図書館も移転した。 1975年には閲覧者数が16,365人と1950年時点の倍以上に伸び増書数も増加を続けていたが、図書館先進都市と比較するとまだ見劣りする規模であった。そこで1981年4月1日に、飯野寺家町に新築の図書館が建設され、そこへ移転した。図書館には当時最新のコンピュータを導入し、 特製の大型バスを利用した移動図書館も装備し、市内549地点の巡回を開始するなど、施設面でもサービス面でも三重県有数の規模に成長した。1985年時点の増書数は11万1040冊、閲覧者数は21万6969人、貸出し冊数は32万711冊で、 移動図書館の利用者数は15,610人、貸出冊数は43,331冊であった。2001年、視覚障害者のための音声読書機を導入した。2005年4月より、平日の開館時間を17時から19時に延長した。なお、当時の休館日は月曜日であった。2009年12月には、 市民団体の主催で、鈴鹿市の歩み展を開催、鈴鹿海軍交渉の建設に伴って、鈴鹿市が市政を施行した歴史を、戦争関連資料の展示を通して紹介した。2012年10月1日、台風17号が襲来し、鈴鹿市では、道路が冠水するなどの被害が発生し、図書館も床下浸水した。2015年4月、自動車を中心とする。 江島文館を設置した。2016年8月、前年の鈴鹿バルーンフェスティバルを移した、フォトコンテスト及びスケッチコンテストの優秀作品の展示を行った。同年10月10日には、鈴鹿商工会議所青年部の主催で、図書館の西側駐車場を利用した、ボックスカートグランプリを開催した。同時にコスプレイベントも開催された。通販の王将屋であった。 日田町の服部家から寄贈された、服部家文書約600点、神戸藩の家老を務めた松野家伝来の、松野文庫約3000点、河野同窓会附属図書館から引き継いだ、漢書、五漢書、五大史、北西書、州書などからなる229件3109点の和装本などを所蔵する。特に、服部家文書は、鈴鹿市市の返済に役立っている。 江島文館は、鈴鹿市中、江島町町の二27にある2階建ての施設で、床面積は255平方メートルである。2016年現在の蔵書数は約1万冊で、幼児から小学生までの児童書を中心に所蔵する。職員は2人で、文館長は本館の館長が兼任する。利用者数は1ヶ月に約1500人。1階は、 カーペット式の図書館で2階は市民が発表、展示を行えるギャラリーとなっている。貸出条件や休館日は本館と同じで、開館時間は9時から17時までである。2015年度の当初予算で江島カルチャーセンターを鈴鹿市立図書館、江島文館とする予算として592万円が計上された。そして2015年4月に開館、 2016年10月12日にリニューアルをオープンした。リニューアルにより会議室を閲覧室に変更し、机、椅子、蔵書検索用のコンピュータをむつ替えシートなどを設置した。また夜間返却窓口も開設した。鈴鹿市立図書館では市民の読書量の減少傾向を危惧しており、図書館に来てもらえるよう様々な取り組みを行っている。 例えば、夏休みに子供向けの映画会や手作り絵本教室を開催する市民の要望が多い視聴覚資料を充実するなどの活動である。鈴鹿市では広く市民が利用できるように公民館などへの配本サービスとふれあいライブラリーというサービスを実施している。ふれあいライブラリーとは毎月1から3回市内の公民館31カ所を巡回して図書を貸し出すものである。 各公民館には30分滞在する。2015年現在のふれあいライブラリー用の図書は約2万9千冊、貸し出し冊数は約4万5千冊。鈴鹿市在住の著名人宛に届いた年賀状や一般市民から募集した年賀状を図書館1階のロビーで展示する祭事であり、毎年1月末に開催している。図書館が 鈴鹿市中央公民館に併設されていた頃から続く伝統的な祭事である。2016年10月28日、不思議の国のアリス鈴鹿市立図書館と題した謎解きイベントを開催した。参加者は不思議の国のアリスの世界に迷い込んだという設定で謎や暗号を解いていくというイベントであった。問題はすべて図書館職員の自作で、同館としては初の試みであった。 当日は図書館の休館日であり、事前応募で当選した25人が参加した。参加者は24歳以下が半数以上を占め、普段図書館を利用しない人が多く、全員が楽しかったとアンケートに回答している。この成功を受け、同館では2017年2月18日にも同じ内容のイベントを開催する予定である。2014年時点で、 約80人のボランティアが活動しており、図書の整理や修理、環境美化、読み聞かせなどの活動を行っている。お話会お話会は開始当初、図書館職員が自ら行っていたが、その参加者の一人が2004年に読み聞かせボランティア、トントンを設立し、お話会を開催するようになった。同年中に、鈴鹿お話の会、アリスとお話会ニコニコが、発足。 2013年にはブックマも立ち上がり、2014年現在この4団体がそれぞれ異なる日時に読み聞かせを行っている。お話会では短く面白い話や手遊びなどで聴衆の関心を引いてから読み聞かせに入る。それぞれの団体は独自の工夫を凝らしながら読み聞かせを行い、時には読み聞かせの主な対象である子供だけでなく、 付き添いの大人まで感動させることもある。おもちゃ病院問い直す3ヶ月に一度、鈴鹿市立図書館で、ボランティア団体、おもちゃ病院問い直すが壊れたおもちゃを原則無料で修理する活動を行っている。団体名の問い直すは、問いを直すという意味とものを大切にする心を、問い直すという意味をかけたもので、メンバーは技術者や退職者、趣味で参加する者など多様である。 まずおもちゃの壊れた箇所を調べてカルテを作成し得意なおもちゃを専門のドクターが入院中のおもちゃを治療する治療に用いる部品は以前に治療したおもちゃの部品から調達するが不足分はドクターが自ら買い足している2002年に鈴鹿市清掃管理課がゴミの減量とリサイクルの推進の一環としておもちゃの修理をするおもちゃドクターを募集した 工業が盛んな土地柄のため、多くの市民がドクターに名乗りを上げ、2003年11月16日にボランティア団体として独立した。2004年時点で20人の会員がいた。2004年に活動を認められ、リデュースリユースリサイクル推進協議会会長賞を受賞した。ありがとうございます。